はい、どうも皆さん、こんにちは。ミネットです。さあ、集まれ動物の実況、続きやっていきましょうか。今回はですね、前回でついに博物館コンプリートの旅が終わりまして、ここを見てもらったら分かる通り、虫、魚、海の幸、あと化石と名画をすべてコンプリートすることができました。まあ、というわけでですね、今回は博物館をすべて見ていこうの回やっていきたいなと思います。ちなみにさ、さすがになんか届いてるよね。あ、来てる来てる。ハーウェイ博物館。いやでもこれ怪しいんだよね。いやーこれ、金の釣り竿な気がするな。見てみましょう。ミネット様、生き物図鑑アプリのご利用ありがとうございます。あなた様の魚図鑑に全てのデータが登録されたお祝いに、こちらの金の釣り竿の DIY レシピを進呈します。ハーウェイ博、やっぱりそうか。なんかそんな気がしたんだよな。金の釣り竿の DIY レシピを手に入れることができました。これ博物館全部コンプリートしても、何もないのかな。ちょっとフータに確認しに行きましょう。フータよ、なんかあるだろう。はっ、すみません、おはようございます。ミネットさん、ミネミネ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか。あ、寄贈するの項目がなくなってる。もう寄贈できないからってことか。あとは化石の鑑定と、これって何。お、今度はどんなものを持ってきてくださったんでしょうか。で、カミツキガメ。当博物館にも展示しておりますので、よかったら見学していってください。あ、そういう説明なんだ。他には何もないです。選んだらどうなる。そうですか、では自由にご見学ください。それだけなんだ。全部寄贈し終えても特に何かあるわけではないんですね。いや、なんか昔のシリーズだったら、なんか自慢のコレクションを見ていってくださいとか、そういったメッセージもあったんですけど、確かに博物館全部コンプリートしても何もなかった気がする。まあ基本は図鑑だけだよな。なんか金の網とか金の釣り竿とか、そういったものはもらえるんですけど、確かにここは何もなかったな。まあそんな博物館コンプリートの旅が終えたということで、早速今回は全てのまあ寄贈し終えたまあ展示品を見ていこうの回やっていきますか。ダンクルオステウス、懐かしい。ユーステノプテロン、2020年12月2日。一番最古でなんだろう、間違いなく3月、これじゃない。3月22日。だから3月20日に始めたとしても、博物館オープンするのって結局3月、あ、21日はあるな。一応21はあるけど、一番最短でやったとしても22、23ぐらいだった気がするな。フタバサウルス、アーケロン、ちなみにこれがディメトロドンで、ジュラマイヤ。まあ、サクッと見ていきましょうか。一度ね、全部見たことがあるので。ブラキオサウルス、ただ画面が移動するのが一番嬉しいよね。ステゴサウルスで、アンキロサウルス。こことかさ、立ったら上が見れるんよ。隕石が落ちてくる光景。いや、俺もこれ去年の博物館のあのスタンプラリーの時に知ったんですよね。なんかそういえばスタンプラリーも今年あるらしいね。まあそれも非常に楽しみかなと思います。マンモス、なんだっけ、スミロドンか。でポケモンみたいなやつって言ってた。メガセロプスとメガロケロスで、最後がアウストラロピテクス。5月の9日、結構初期の初期に寄贈したんだな。これで化石コーナーが終わりました。次、虫コーナー見ていきましょう。アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミ、まあカナブンとか、ここが2021年になってたら、まあこの企画を始めた時に寄贈し終えたやつなんですけど、これとかノコギリクワガタとかミヤマクワガタ、懐かしい。8月の20日、タマムシ、ルリボシカミキリ、ここら辺は最近ですね。ゴマダラカミキリとか3月23日。なあ、1年前。正直全然覚えてない。宝石ゾウムシ、プラチナコガネ。ただなんかね、カブト系は確か離島で捕まえたんじゃなかったかな。ここら辺、コーカサスオオカブトとか。8月18日、ヘラクレスオオカブト。そういえば魚コーナーを前回で全部コンプリートしたことによって、ここの中に入ってる魚が変わったりしない。メダカとか、これって最初からいるわけじゃないよね確か。ゲンゴロウ、タガメ、
アメンボ。アメンボぐらいか。言うても追加されたって言ったら、こっちにもね、実は錦鯉とか、あとカエルとかもいるんですよ。ここ。実はここにカエルがいるっていう。そしてこの中に、あ、見えるね。錦鯉が、まあ、実は泳いでるっていう。で、蝶のコーナーも全部見終わった。まあ、サクッと見ていきます。ここら辺はね、夜じゃないからみんな寝てるんだよね。花カマキリは元気だな。こんな時間帯でも。え、どこ？あ、七不思議。なんか前見た時よりも分かりづらくなってる。七不思議です、こやつが。ちょっと可愛いね。で、タランチュラと、サソリは、まあ、今お休みタイムですね。ふんころがし。ふんころがしはずっと頑張ってんだよな。え、俺これ3月23日に寄贈したんだ。よく寄贈したな。なんか、この時期ってちょうどベルが足りない時期だから、俺ほとんど虫とか売ってたんですよね。イナゴ、殿様バッタ、少量バッタ、アリ。で、ここは、なんていうか、あんまりよろしくない害虫って呼ばれる虫たちですね。蚊、ノミ、オオゴマダラ、で、ハエ。俺の、まあ、寄贈したハエは多分これによってぶったたかれると思います。そんな虫コーナーも見終わったところで、次は魚コーナー見ていきます。さて、魚コーナー。メダカ、金魚、デメッキン、ランチュ、グッピー。これは前回マジで必死になって捕まえたやつら。ベタとか、ドクターフィッシュ、レインボーフィッシュ。ここら辺な、やってなかったんよね。特に一番最後捕まえたのが、しかも魚コーナーで一番最後に捕まえたの実はこやつだったんだよね。ワカサギっていう。冬は全く釣り合ってなかったのがよくわかるな。ブルーギル、ブラックバス、コイ、ニシキゴイ、スッポン。これ池のコーナーですね。池に出てくる魚たちが優雅に泳いでいます。パイク、カミツキガメ。カミツキガメは、あんなところにいるんだ。で、大物の魚のコーナー。ピラルク！俺一番ピラルク好きなんだよな。ドラド。かっこよくない？なんか、でも怖いね。恐竜感あるわ。アロワナ。そして、ヤマメと、ゴールデントラウトと、大イワナ。ちょっと、中盤あたりに出てくるやつら。ドンコ、イエローパーチ、アユ、フナ。2020年3月21日出てきたな。オイカワ、ティラピア。ティラピアとかも去年なんだ。ウグイ。ここも去年っぽいな。ワカサギは、まあ一番最後に釣った魚なんですけど、サケ、キングサーモン、チョウザメとか、上海ガニ。サクッと見ます。シイラ、アンチョビ、カジキ、マグロ、ロウニンアジ。で、こっち側がジンベエザメ、コバンザメ、アジ。で、マンボウ。サメ。いや、ジンベエザメマジかっこよ。沖縄の美ら海水族館だったら、ジンベエザメ2匹泳いでるんですよね。1回だけ見に行ったことあるわ。なんか昔は行ったことあるらしいけど、それ俺覚えてなかった。なんか3年ぐらい前に1回沖縄行ったんですよね。なんかその時にジンベエザメ見て、うわ、これ動物森で出てくるやつだみたいな気持ちになりました。デメニギス。深海魚のコーナーですね。チョウチアンコウ、シーラカンス。で、ズワイガニ、タカアシガニ、ホタルイカ、オウムガイ。最後、海の幸と、クラゲとかが出てくるところですね。水クラゲ。刺されたら痛いんだろうな、水クラゲとか。クリオネ。クリオネだけ？説明欄。ホタテ、タラバガニ、ウニ、バイガイ、アマエビ。活動時間外だから、みんな眠ってるのかな？そしてここな。メンダコ、クルマエビ、イソギンチャク、ウミウシ、ムールガイ。で、クマノミ、ナンヨウハギ、チョウチョウ。でも頑張ってたんだな、そう考えたら。7月12日、チンアナゴ、ナマコ、イセエビ、シャコ。なんかね、一回海の幸で頑張ったのが、ハーベストフェスティバルの時だったかな。なんかハーベストフェスティバルの時にどうしても、なんか必要ですよって言われて、それでやった記憶はあります。それ以外の部分で、あんまり図鑑コンプリートの旅はやってなかったんですけど、ここら辺とかも、イシダイ、スズキ、
これは去年か。ダンジネスクラブとか、ホヤ、ガザミ、タコ、オイスターで、タイ、カレイ、ノコギリザメ、ヒラメで、イカ、ウツボ、エイ、最後がタツノトシゴ、フグ、ハリセンボンで、シュモクザメとワカメ、フジツボ、ヒトデ、サザエとアワビとなっております。というわけで最後、やっぱ博物館ってすげえな。こんなさ、まあ、サクッと見るかって言って流し読みしていっただけなのに、それでも結構な時間が経っている。これさ、美術館とかさ、もう一つずつ確認していったら40分30分ぐらいかかるんじゃない？俺美術館とか行ってもさ、大体みんなが1時間ぐらいかけて回るところを10分ぐらいで見終わるんですけど、いやそう考えたら芸術品とか用意する人って大変なんだな。母性あふれる彫刻、いや彫刻系は全部これ2021年の4月23日のはず。どっか2020年出てこないかな。2021年、他にこれか、これどう。2021年2月4日。俺なんでこんな2月4日に寄贈してんだ。これも4月23か。去年1個ぐらいは多分ぶち込んだ気がするんだけどな。あ、思い出した。だからね、2月の2日にずっと回してたらこれが出てこなかったんですよ。なんやかんや50回ぐらい回したのかな。この偉大な彫刻が全く出てこなかって、でどうしようかな、一回時間変えるかって思って変えたのが4月23なんだ。あ、そうだ、思い出したわ。まあ、というわけでですね、今回サクッと集まれ動物の博物館見てみたんですけれども、まあ、おいでよ動物園から集まれ動物園の15年間を比較しても面白いんじゃないかなと思いますので、まあ、そちらもね随時やっていけたらなと思います。というわけで今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。